こんにちは、こんばんは、おはよう、レディース。今回ですね、ちょっと微妙なアングルで、お届けしております。最近ちょっとふっかちゃんの露出が少ないんじゃないかという声がですね、届いたとか届かないとかっていうことでですね、ちょっと この子を活用させていただこうかなというふうに思っております。なかなかいいでしょ、色白でね、ちょっとこうなんか頬紅もついてる感じで、で口角が上がってるという、これ婚活のね基本で、口角上げて、まあ面接でもそうですよね、口角上げて相手の方と喋りましょうということがねよくありますんで、皆さんも婚活されてる方ね、あとお相手を探してる方、常にこのスマイルで、やっていただけたらいいと思います。そしてですね、今回話す内容は結婚相談所のことを散々パラちょっとね嫌ってるっていう感じのね、あのこともやってきましたけども、やはりですね、相対する、位置に俺はいないといけないんじゃないかなというところで、どちらかというと結婚推進派ではなくて、自分は独身推進派です。独身です。結婚ではなくて、パートナーというね形で、まあ婚活ではなくて恋活の方を推奨ねしていくということで、まあ自分がそっちにシフトしましたからね、完全に恋活という方で、要は籍入れるか入れないかだけの差なんですよ。であとは一緒に住むか住まないかの差っていうのがあるので、まあそこはね、相手とか知り合った相手とか縁があれば、そういう、ね、相手が籍を入れたいっていうんであれば入れようかなというところですね。もうちょっとラフに考えて、友達付き合いからそして恋人へという形に行った方が、ね、婚活の世界はね本当特殊なんですよ。でもう今更ね、分かりきったことを何度でも言う感じになっちゃいますけども、いや本当にねやってみたら分かるから、本当に特殊な世界なんです。で某ですね結婚相談所男性のね、ヒゲ男爵みたいな方がですね、いろいろ動画でですね、昭和レトロじゃないですけど、本当平成初期とかもうバブルの頃だから、古い世代 の婚活方法っていうか、女性へのアプローチみたいなことをやってるわけですよ。でそれをじゃあ今の適齢期のね、35歳以下、18歳以上、35歳未満ですかね、まあ以下も含めましょう。でその方たちにそれを推奨しても、昭和の根性論みたいなものがあるわけですよ。で今回じゃあどんなこと言ってたのかと言ったら、まあ俺が言ってるわけじゃないよ、その方が言ってるのは、婚活のデートではないよね、その仮交際みたいな感じになるわけだから、本交際ではないから、婚活の女性とか異性に会うところですね。で自分が男側として見てください、今回のお話は。で男性は所得に応じたレストランを選ぶことっていうことをね、なんか言ってるんです、推奨してるんですけど、いや正直雰囲気が良くて美味しい料理があれば値段関係なくねっていうところがあるわけですよ。でこのおじさん世代の俺でもそう感じるわけですよ。すごい違和感を感じるんですね。でなんか高級レストラン連れてって全部ごちそうしてもてなして、そうして結婚しましょう、結婚につなげましょうみたいなことを言ってるわけじゃないですか、極端に言うとよ、極端に言うと。だからそれってもう結婚した後ってそんないつまでも気取った関係を続けられないわけじゃないですか。だったらそんな高級なところへ行かないから断るっていうような女性とかと一緒になるんであれば、ならない方が絶対幸せになると思うんですよ。なぜならそういう見た目のブランドだとか、金みたいなね、高級感とかそういうのにとらわれすぎちゃって、でそういうみそぼらしい生活が嫌だとかってなれば、多分普段の着てるものとかね、部屋着とかを見てげんなりされて、多分愛情も冷めてって、いつかは離婚みたいな形になるわけじゃないですか。だからちょっとのことで嫌になるような女性をつかむのは非常にリスキーですよというところですね。でそういう女性と関わらない方がいいわけじゃないですか。まあ逆もしかりですよ、逆も。で女性 のリスナーさんの視聴者さんから見たら、まあ、そういうね見栄ばっかり張るような高級レストランとか、高級会社乗り回してとかっていうね、それでホテルのラウンジで、どうのこうのとかなんてやってるんであれば、もう背伸びをしたような状況になるわけですから、普段やってないでしょそんなとこ、普段から利用しないでしょ皆さんね皆さんね、男も女も。
だから気取らないで、そこそこの普通のレストランでも結構立派なレストランあるんですよ。シェフの格好をして、そのなんていうの、ウェイターさんとかウェイトレスさんがきちっとした制服ね着て、高級レストランってわけじゃないんだけど、地方のちょっと外れの郊外のところに一軒家でレストランがあって、まあ、そういう方がまだいいじゃないですか。なんか意外な発見みたいな。だから東京都内だと駅前とかだね、駅前にある店だとかね、バンバン利用すると、まあ、結局いつでも行ったこともあったりっていうのがあるわけじゃないですか。でまあファミレスにじゃあ連れてったらどうなのかって、それはあなたたちは自由なんで、で逆にそういうとこ連れてって喜ぶ女性とかね、お互いが喜ぶとかね、男性とそういうとこ行って、いや俺やっぱファミレスの方が落ち着くわみたいな男性の方が俺はね、なんかねいいと思いますよ。まああくまでもこれは俺の感想ですけどね。所得に応じた、まあ、レストランっていうのを選びなさいよって言うんですけども、まさにまあそれは的は得ているんですけど、なんか全部おごって楽しませろみたいなところも、まあ、一部ね入ってるわけですよ、その根性論みたいなのがね。だからその結婚相談所で年齢がいってる方が仲人やってるところっていうのはちょっとね的外れかなっていうところで、まあ今の YouTube で、ね、配信されてる若めのね30代以下の結婚相談所の女性だとまあまああれなんですけども、ちょっと中にはね変ななんていうかな商売に走っちゃってるね香水作ったりとか、パワーストーン作ったりとか、そんなやってるのは、まあ、変な講演会やったりとかね。で、しまいには、開業の、結婚相談所開業の、なんかやってるわけでしょ、そういうの。ちょっと違うよと。そういうね、なんかコンサルティング業を始めちゃってる人もいるんで、それはやめといた方がいいと思います。うさんくさい相談所って結構いっぱいあったりしますんで、自分なんかは体験した相談所は、あそこです。某 HMC にある、探偵会社とくっついている結婚相談所、おばさんが、まあ、おばさんって言い方もあれなんだけど、年配の女性がやっている、運営されている結婚相談所なんですよ。結構古くからやってるんですよ。で、そこは、なんかちょっと、スジモン系の、なんか社長みたいな、なんか絶対つながりあんだろ、お前っていうようなやつと、組んでるんですよ。そこは探偵会社なんですよ。で、要は、2人とも退会しちゃって、こっそり結婚ね、結婚相談所でほら結婚すると高い金払うから、そういうのを見つけ出すとかね、そういうなんか相手の調査をするとかですね、信用調査とかですね、簡単にできてしまうわけですよ。探偵だから。で、まあ、スジモン系と多分つながってるところなので、まあ、俺の感想ですけどね、これはね。どことは言ってないからね。どことは言ってないですけど、そういうところなので、危ない橋も渡れるわけですよ。で、情報網もすごいんですよ。探偵会社って、そういうのあるからね。ないと、それ、奴ら消されちゃうので、そういうの。いろんな危ない案件もあるわけですから。で、そういう筋門からそういうね、アンダーグラウンドの情報をもらって、やっぱり相手を調べ上げるっていうね、情報網がすごいんですよ。これ皆さん多分分かんないと思うんですけど、まあ、そっち系の人と話したことがあるとか知り合いがいる方っていうのは多分ああそうだよなみたいな、なるほどねみたいなのがあると思うんですけど、まあそれはいいや。まあそういうことをね、一応古い結婚相談所ではそんなねことも言ってました。所得に応じたレストランを選ぶことっていうのは間違いではないんですけども、まあ、ベストではないよっていうところで、まあそこそこのですね、感じで自分たちが合う、だから要は女性の好みとかお互いの食の好みが合うところで美味しく食べれてリーズナブルだったらどこでもいいんじゃねっていう感じなんですよ。まあそれでほらだって変なとこだから嫌だとかって言ってるような人と一生添い遂げられますかっていう話じゃないですか。だってこれから共に生活をするってことじゃないですか、その結婚っていうのは。それをちょっとのことで嫌がる相手なんかと一緒になったって多分見切られますよ。自分がピンチになった時に、なんだあなたピンチなのね、私じゃあもっといいとこ行くわみたいな、はいさよならみたいなね形になりますんで、まあまさに ATM 婚活に、ATM 婚っていうね結婚につながるわけですよ。まあ自分は ATM 婚はもうまっぴらごめんなので、そういう出会った方もねいらっしゃいますけれども、まあ何があったのかというところはまた別のところで話そうと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。